朝日玉山から1923年8月10日は、下朝と貫入彫刻を主な表現として活動した彫刻家。陽名は富丸。下朝独老置物、1881年浅草の寺に生まれたが原則、独学で彫刻を習得し、生物を題材とした精緻な根付けを制作して、生計を立てていたが、明治の初め頃から造下で、 サレ神戸の根付けを制作して、その再現性から評価を高める。1877年に開催された第一海外国環業博覧会では、人体骨格置物を出展して、流門賞を受賞した。翌1878年に、石川光明と共に、下町発展のために競技会と批評会の定例開催を始め、これは1885年に、 東京町公会に発展した。1881年の第2回、内国官僚博覧会で、下町独路を出展して、名誉賞杯を受賞。その名声を、不動のものとする。明治宮殿造営の際には、東京町公会を代表して、区内省に出向き工芸家たちに彫刻政策の差配を、する。1890年頃に眼病を患ったため、大磯に移住した後、 1892年には京都に移住して関西地区での博覧会などの審査員を務めた。1900年開催のパリ万国博覧会に向けて制作を進めたが完成が間に合わず、翌年の日本美術協会展に出展した感情置物はその精緻な十二単の表現から明治下町の代表作の一つと評価されている。朝日玉山は 木彫での漢入彫刻や数の彫刻も言ったが、晩年は素朴で抑えた表現の作品に傾倒していった。ありがとうございます。